おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香菜です。というわけで、再び、真珠湾攻撃総隊長を取り扱ってみたいというふうに思いますが、ただ私が読み間違いがたくさんあるということで、ご協力いただいております、はい。本当にお詫びして訂正したいと思いますが、北村さん、つとむさんからいただいたんですが、はい、小生45歳のサラリーマン、熱のこもった話ではありますが、残念ながら武田さん、多くの視聴者の方々には伝わりにくいのではないかと思いますというご指摘をいただきました。まずは飛行機の機種が、私がの言い方は正確ではない。私が番組の最中でゼロ戦でしたけども、当時はゼロ戦と呼ばなかったという、零式艦上戦闘機探査というふうに呼んだということでありますので、これから以降は、なるべく、零式艦上戦闘機探査という呼び方でね。長いですね。ちょっと長いんですけどね。それから、攻撃隊は97式艦上攻撃機及び99式って読んでいいのかな、これ。これ読み方がまた違うと、指摘されたもんですから。難しい。まあ、とにかく私が飛行機の機種を相当大雑把にゼロ戦ゼロ戦とまとめてるのが間違いであるということであります。お詫びしたいと思います。はい、また、攻撃隊の魚雷及び爆弾が800トンと聞こえましたが、800キロの間違いでしょう。800トンじゃないですね、確かにね。そうですね。800トンはやっぱり飛行機飛びませんね。はい。上がらない。というわけです。その間違いの他にもまだ間違いをしており、あ、これが、その私の間違いの、訂正ですね。先ほどの放送で武田さんは、96式と言ってましたが、当時の故障は、9力式。銃を入れない。そうです。だからさっきの読み方も訂正の仕方も間違ってるんだな。銃を入れちゃいけないんだな。96って書いてあっても96と読んではいけなくて、96式って読まなければならないというね。その証拠に、38式歩兵銃とかね、97式中戦車、99式2号銃などなど、こういうふうな呼び方を当時はしておったんですから、私の、38式、歩兵銃とかっていう言い方は間違っているということであります。田本のり子さんからいただきました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、その他にもあります。たくさんいただきました。ありがとうございます。間違いです、私の。放送でマレー沖でイギリス艦隊を攻撃した、陸軍航空部隊とありましたが、これは海軍航空隊です。せっかく良い内容なので、初歩的な間違いがあるとがっかりします。外洋の戦艦を攻撃するのは空母から発進しないと無理で、また魚雷のある雷撃機が必要、陸軍機では普通ではないですっていう。なるほど。本当に若い方に、なのに本当に兵器強いですね。詳しいですね、はい。本当に申し訳ございません。お詫びし、訂正したいと思います。また淵田物語、削るわけですけども、またここでもたくさん兵器の間違いを、もう犯すことは間違いないと思います。はい。申し訳ありませんが。で、もしございましたらば必ず訂正いたしますんで、たくさんご指摘の、お手紙、おはがき、はい、ご批判、ご批評、受け賜りたいというふうに思います。してます。申し訳ありません。めげずに続けたいと思います。はい。まだ、淵田さんの人生3分の1であります。はい。大日本帝国は、その真珠湾攻撃に成功いたしまして、勝ったの万歳三唱が日本中に繰り返され、その時期でありますけども、なんとアメリカもこのままでは、たまるかということで、これはもうある意味ではブラフだと思います。大ブラフを日本に対してかますわけであります。これが東京空襲であります。うん、でもこれはもうほとんど博打同然の空襲だったんですね。はい、これはもう各地でアメリカ軍が連戦連敗をしておりまして、このままではアメリカ軍の士気がもう全く衰えてしまうということで、東京空爆を、東京空襲じゃないな、空爆というスケールで行ったんだよ。これはですね、どういうことかと言いますと、士気を高めるために、パールハーバーに負けない奇襲作戦、これをアメリカが敢行いたしまして、なんと、ドゥーリトル、ジェームス・ドゥーリトルという方が、日本帝都東京空爆を提案。かなりこれは無謀なんですね。アメリカの方もだからもう必死だったんだな。これはね、何かというと、間違いないと思いますが、海軍の空母より陸軍の中型爆撃機を発進。させたと、うん。私はそう読みました。間違えてるかもしれませんので、もしよろしければ調べてください。はい、申し訳ありません。で、日本海軍に反撃されない、500海里ぐらいから発進させて、東京を爆撃する。で、こう飛行機はどうかというと、爆撃機の方は東京を空爆した後、日本を飛び越えて中国に着陸するという。で、蒋介石軍、同盟軍の基地に降り立って、そこで給油して、スペインでもう一回給油して、アメリカに戻るという。
東京を空襲した後、地球を一周してアメリカに戻ろうという、これある意味でね、決死隊だと思うんですよね。はい、これをやったわけでありますですね。で、空母は米大西洋艦隊の空母ホーネット、太平洋艦隊の虎の子レキシントン、エンタープライズヨークタウンは温存。空母を一隻でも失えば、もう米海軍は全く機能しなくなるという大ブラフ、東京空爆を決行するわけでございましてですね。どうぞ明日もよろしくお聞きくださいませ。どこで間違ってるかちょっと自分でもわかりませんので、お願いいたします。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香菜です。真珠湾を攻撃した時の総飛行隊長という、はい、淵田光雄さん。この方の本を読みまして、まあ、その人の人生というのが、なかなか数奇でございまして、ずっと戦争の話が続くんですが、この人、カラッと人生が変わるんですよ。はい、そこにたどり着きたいがゆえに、今、戦争の話をしております。はい、どんな風に変わっていくかというのは、とにかく、お聞きくださいませ。はい。日本、真珠湾攻撃に大成功しまして、アメリカは各地でもう敗れ続けまして、アメリカ軍の士気そのものが下がっていく。これではいかんということで、アメリカ軍は、大ブラフの攻撃、東京空爆を決行するわけであります。これはほとんど決死隊であります。これを16機、全員志願者です。80名で編成された16機が空母ホーネットから飛び立ちまして、あとはエンタープライズ、巡洋艦ノーザムトンら3隻、軽巡1隻、駆逐艦8隻、給油船2隻、これでずーっと近づいてきて、1942年、昭和17年4月2日、サンフランシスコ港を出港、4月16日、艦隊は東方700海里。しかしこの時に日本漁船に見つかってるんです。うん、それで、敵の艦隊が現れたということを打電されたということで、ハルゼ中将は10時間早めて空母より陸軍機を発進させております。そして、10時間早まったおかげで、この80名の方、16機の方も大変ですね。夜間爆撃だったんですよ。はい。これが、なんと、昼間に変わっちゃったの。時間が早まったの、すごかったんですね、この80名の方もほとんど決死の勢いで。で、爆撃をするんですけども、ほとんどうまくいってないんですよ。軍事工場に、川崎の軍事工場かなんか狙うんですけども、当たってないんです。ですから、かすり傷がやっとというぐらいの死骸程度だったらしいんですよね。これもうブラフに間違いないんですよ。ところが、ここがやっぱり戦争の、あれですね、奇妙なところでして、この16機が、この攻撃したということが、陸海軍に動揺を与えるんですよ。はい。これで、作戦が変わっちゃったのよ。うん、これどういう作戦かというと、これ、淵田という方もおっしゃってるんですが、それまでは、アメリカ軍を南の海で遮断するっていう考え方だったらしいんですよ。はい。オーストラリアと、フィリピンあたりを、こう、断ち切って、しっかりフィリピンあたりを固めるぞという作戦が、どっかの島から飛んできたんじゃないのかっていう考え、不安が陸海軍に広がって、うん、日本を取り巻く小島、もう北の方はキスカとか、あの辺から、もうソロモンとか、あの辺、ニューギニアとか、あの辺の孤島も全部押さえないと、東京が爆撃されるっていう、天皇のおられる皇居を守らねばならないっていう考え方から、作戦が大きく変わり始めたという。はい。ええ。ちょっと話しておきますね。発進16機は正午過ぎ、13機が東京、2機が名古屋、残り1機は、これは神戸の方なのかな?そこを、空爆しております。500ポンド爆弾を積んでたんでありますけども、まあ、ほとんど被害はなかったということであります。はい。そして、この16機でありますけども、結構あっちこっちにね、やっぱり、約束の飛行場にはたどり着けませんで、結構、不時着してるんですね、うん。で、その中には日本軍の捕虜として捕まったパイロットもいたということで、ありまして。はい。まあ、列車に不時着したりですね、それから日本の捕虜になったり。で、64名の方、80名中64名の方は、まあ、すごいもんですね。アメリカに戻っておりますから、
そういう意味で人的被害に関してはドゥーリトル攻撃隊、空爆隊は大成功を収めたという。で、これやっぱり軍人さんってそういうもんでありましょうね。真珠湾を攻めた淵田真珠湾攻撃隊長はですね、個人としてこのドゥーリトルという隊長さん、空爆を指揮したその指揮官をものすごくやっぱり高く評価してるんですね。うーん、いい度胸してるなーっていうね。はい、ただし淵田さんはやっぱ満々たるプライドがあるんですね。このドゥーリトル東京空爆は所詮真珠湾攻撃の真似だと言い切るんです。うん、独創性が全くない、はい、被害も大したことない、はい、明らかにこれは米国内の戦意高揚のため宣伝を行った宣伝空爆であると見切ったんであります。開戦4ヶ月、マッカーサーはシドニーに落ち延びております。戦闘はこれに対し、豪州空爆、オーストラリアを空爆する。そして、アメリカと豪州を結ぶ、アメリカの太平洋艦隊を叩き潰すということが、その南雲機動部隊の絶対の役割だと信じるんでありますけども、反対案が、山本五十六から出るんですね。はい。で、山本五十六はやっぱり、どうしても空爆の脅威にさらされるということが一番の念頭になって戦場を拡大してしまうんです。日本にある近くにあると思う島を全部守備隊で固めない限りそこを取られたら東京空襲が始まると、うん、まあ、後にある東京空襲をもうそこで予想してしまって作戦を全部そして南雲機動部隊をバラバラにしてあっちこっちの離れ小島にやってしまうんでありますね。すべてはドゥーリトル空爆隊帝都侵入から大本営が動揺したわけでありまして、このドゥーリトルからの、この空爆からのショックが、まるで日本をドミノ倒しのように敗戦に導いていくわけでございますが、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。昨日はドゥーリトル隊というね、空爆機が東京に侵入して帝都を空爆という、もちろんこれは後の B29 の東京空襲ほどは甚大な被害を与えなかったんですけども、はい、ドゥーリトル隊の帝都侵入による空爆によって帝都空爆去るという屈辱的な、その4文字が新聞で騒ぎ立てられまして、山本五十六はこれは帝都東京を守るためにも、向こうが空爆してくる基地を作りそうな小島を全部早いうちに叩き潰し日本のものにしなければならないと決心します。うん、で、これで全部戦争の流れが変わってしまいます。はい、それで出かけるんですよ。ミッドウェーまで。これ結局日本はボロ負けに負けて、これでも決定的に負けちゃうんですよ。はい、実はドゥーリトル隊のブラフに乗せられちゃったんですよ。後で起こる南洋諸島での日本軍の惨敗も全部このドゥーリトル隊の決死の帝都侵入空爆が引き金になってるんですよ。で、それで、淵田は兵として今度はミッドウェー作戦に参加します。もう皆さんもこの結末はよくご存知でしょうね。この戦、空中攻撃隊の指揮官として淵田は参加します。1942年昭和17年5月27日、南雲機動部隊は広島湾を出撃。総勢なんと33隻、空母赤城、加賀、飛龍、蒼龍を含む。そして、地方時 6月の4日午前3時、出撃態勢。いよいよ、ミッドウェイ攻撃。ここを叩かれば、日本が、この空爆でやられるという懸念ゆえに、この大作戦が始まったわけであります。で、このトップバッターで赤城から飛び立つのが、真珠湾攻撃のと同様、淵田さんだった。本当に不思議ですね。まあ、こういうことが言いたいばっかりに、この長い長い戦争の、言い慣れない飛行機の名前なんか言ってるんですが、なんとかなさん驚かないで、はい、いよいよ乗り込んでミッドウェイ攻めるぞと表し、淵田は胸騒ぎなんでありますが、突然盲腸、もう本当に不思議ですよ。それで一番機に乗れないんですよ。はー、それでなんと赤城艦内で手術を受けて、はい、そんで急いで塗ってもらって、体調ができないんで、人に譲って、赤城で出撃隊を見送ってるんですよ。へぇー、そうだ。この人のこの人生、ちょっとまた覚えといてね。はい。一回目あったよね。練習機に乗ってて墜落しそうになったら耳元で誰かが、コードを上げなさいって囁く者がいて、ガ、はい、ーッと2000メートルまで上げてグライダー飛行で助かったっていう。はい。ここもう一個。これ本当に運が悪いんですけど、
盲腸が痛み出して、いけないんです。出撃できなかった。午前4時30分、ミッドウェー、基地攻撃に、空母4隻より108機が発進。水平爆撃隊36機、降下爆撃隊36機、そして精鋭隊36機。で、この偵察機を飛ばしているんですが、これがなんと一段の偵察だったらしいんです。つまり、偵察っていうのは何回も、あたりの海中に何機も飛ばして時間ごとで、これをね、一回しかやってなかったらしいんです。はい、で、なんともズバリであります。南雲機動部隊に対して、アメリカ太平洋艦隊はすでに動いていて、どこにいるかをアメリカは必死になって探してた。その真っ只中に飛行機が飛び立ったわけであります。はい、発進してから飛行機が飛び立ってから2時間、108機はミッドウェー島に到着します。で、ここにアメリカ軍の基地がある。それで一斉に攻撃を襲いかかるわけであります。旧式戦闘機バッファロー26機と遭遇、ゼロ戦36機との空中戦。ほとんどこの26機を36機蹴散らしております。隊長友永隊は遺産で全機突入。うわー、今度はミッドウェー島に殺到します。ところが、すぐに友永は気づく。基地に飛行機が一機もないんです。この時、友永は、米ミッドウェイ飛行隊は全部飛び立って空中で自分たちを待ってる。そう、判断すべきだったんであります。ですから、もうちょい待っていれば、逃げた飛行機は、油がなくなると同時に基地に戻らざるを得ないんで、そこで、空中戦はできたわけなんですよ。はい。ええ。ところが、その、結局、その飛行機を待たずに、滑走路にバカバカ攻撃を加えて、穴を開けて、それで友永は、この異常に対し赤城に打電。反復攻撃の用ありと打電するんです、はい。飛行機が見当たらないんで、基地そのものは爆撃して帰るけども、もう一回攻撃しないと飛行機を潰したことにはなりません。うん、でも、言い方が抽象的なんです。反復攻撃の用ありだけで、なんでもう一回攻撃しなければならないのかを友永さんは打ち忘れてしまったんですね。このことをやっぱり淵田さんが責めておりますね、はい。作戦はこうであります。まずミッドウェイ基地を陸上用爆弾で空中から攻撃します。地上基地の飛行機をまず叩いて、すぐに、攻略部隊がバトンタッチで戦艦による攻撃を仕掛ける。その間、空母を主体とした、米太平洋艦隊との決戦に南雲機動部隊が準備するという。ここに打電で反復攻撃の用ありと打電したもんですから、ミッドウェイ島をもう一回攻撃しなければならないために、あの南雲部隊はミッドウェイ島を叩くために爆弾を陸上用に変えたんですよ。あ、はい、もうほんのわずかな意思の疎通のうまくいかなさが、あのミッドウェイの悲劇を生むことになります。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。あんまり興味のない方とか、もう戦争のことなんか忘れたいと思ってらっしゃる方は誠に申し訳ございません。ただたどり着くところはここではございませんので、でもそのためにはどうしてもこの戦争の話をしておかなければなりませんので、はい、まずはこのミッドウェーでの日本海軍のですね、作戦を皆様にご紹介しましょう。ミッドウェー基地を陸上用爆弾で空中から攻撃する。飛行機、止まっている飛行機を叩いてから攻略部隊にバトンタッチ、戦艦による砲撃。その間、米太平洋艦隊との決戦に、南雲機動部隊は準備する。そこに第一波の攻撃に出かけたパイロットから、もう一回、その基地を攻撃する必要がありますという、うん、ちょっと曖昧な内容が来たもんでありまして、やむなくもう一回同じことを繰り返す飛行機の準備に、入ったわけであります、はい。雷撃機の爆弾を陸上用に切り替える作業をやり始めるんですが、日の出から1時間後、異変が起きます。なんと、米雷撃機が襲ってきたんであります。そして、次々に魚雷を落としていく。たちまちこの時、冷戦ですね。ゼロ戦ではございません。冷戦が舞い上がりまして、はい、冷戦と言いますと、なんか冷たい戦争の響きにも聞こえますが、そうですね。なんかすごい。前期撃墜しております。日本軍の方が、米雷撃機は51機発進させまして42機撃墜されております。日本軍によって。そして米100機の攻撃に南雲機動部隊は
つの魚雷も受けず回避してます。はい。淵田という人はすごいですね。この時に魚雷をバンバン発射されている赤城の甲板上で、ずーっと、それを観察してるんですね。縫ったばかりですよね、もちろんはね。すっごい肝っ玉ですね。そしてその時にまた間の悪いことに偵察機から敵らしきもの見ゆ、ミッドウェイより方位10度、進路150度、速力20ノット、海上の敵が接近しつつあると、こういう打電が入ってあげています、はい。状況はこうです。ミッドウェイ基地を陸上用爆弾で攻撃。あくまで、それは、米機動部隊をおびき寄せるためだったんです。ところが、意外と飛行機の機数が少なかったもんでありますから、もう一回同じ攻撃をやりましょうという、同じ攻撃をやるために飛行機の爆弾を変えてるところに、米機動部隊が接近しているという方が、わかるよね、これ。はい。このイライラは。はい。そして、この、二次攻撃を決心したところに、米軍が飛行機で襲ってくるんですけど、それも冷戦、ゼロ戦が全部飛び上がってやっつけるんです。ところがここだ。飛び上がっちゃったんですよ。うん。どういうことかわかる？空母がやられると、全機撃墜することになるのよ。あ、なるほど。空母から飛び立ってもいいんですけども、その隙に空母がやられてしまうと、100機ぐらい叩き起こしたゼロ戦のパイロット、冷戦のパイロットの飛行機は全部海に墜落しなければならないことで、撃墜と変わりなくなるんですよ。はい。大変ですね。で、とにかく空中にいるゼロ、冷戦、100機、これを回収しなければならない。しかし、南雲さんはこの時完璧を求めたんです。何をしたかというと、空中に舞い上げた冷戦、ゼロ戦を収容しつつ、甲板に並んだ木を格納庫に収めつつ、陸上用の雷撃から海上攻撃に切り替えよとの命令。今度はもう敵機動部隊が来てるわけですから、海上用の爆弾に切り替えろという。何が怖いかというと、爆弾をつけたまんまの飛行機の甲板、飛行機を置いとくと、一機炎上すると、全機爆発するんです。そうか。これをね、南雲さんが両方やれって言うんですよ。それを淵田さん後で攻めてます。もう腹くりゃよかったんだと。舞い上げたゼロ戦はもうほっといて、全部、その海用の爆弾に切り替えて米艦隊を襲えば、五分五分以上はいけた。まあでも、戦争ってそんなもんだね。うん。やっぱりこの海軍の人たちの素晴らしさを我々は後世生きる者として、その無念に思いつつも認めましょうね。なんと、舞い上がったゼロ戦90機を、全部格納庫にしまって爆弾を取り替えて、いよいよ米機動部隊を攻めに行ける爆弾に切り替えて、甲板に並べるんです。わずか30分で。そんなことできるんですか？もう本当に優秀な、優秀な、そして絶叫が始まります。これが歴史に残る絶叫です。一番機が飛び立って次々に飛び立てば、もうカウンターで米機動部隊やっつけられるんです。その一番機が飛び立つまでの時間が、あと5分あと5分この5分の時に、この爆撃機がザーンと急降下を切ってくるんであります。あー、切ないですね。5分です。わずか5分。この5分がなかったばっかりに、敵襲来！この声が赤城の甲板上にこだまいたしまして、9機編隊の敵機が70機急降下を開始します。淵田のすごいところはですね、急降下する角度をじーっと赤城の甲板上で見てたと言いますから。というのはこの人飛行機乗りなんで、どの角度で入ってきた飛行機だったらば、何度で爆弾を落として本艦に当たるっていうのが、入ってきた入射角だけで見抜けるんです。何ですか？この人はもうその時全部見抜くんですよ。どの魚雷が当たるか。一番最初に来たタイとは全く腕前が違う。隠してたんですな。この二番隊の急降下爆撃隊はものすごい訓練されてるんです。そして赤城のどてっぱに高々と水柱が上がります。
敗戦のスタートがここから始まります。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。生々しき戦場の様子であります。ミッドウェー海戦の話であります。私が語っております物語の真ん中に淵田という、大変優秀な隊長さんがいらっしゃいます、はい。真珠湾攻撃を前期率いて行ったという。で、この方がミッドウェーでは盲腸にかかってしまって、うん、赤城の中で手術して攻撃参加できないという、5分間のその時間差で敵機が襲来してくる。水柱が高々と上がり、空母赤城被弾。そして何とか発進して敵機を落としてやろうという、レシキパイロットがこう艦を飛び立とうとします、はい。これがその艦を離れることに失敗しまして、うん、炎上を起こして甲板にうわーっと火だるまが広がったという。そして悲しい悲しい話でありますが、ミッドウェイ島に淵田の代わりに攻撃に行ったあの友永という第一次攻撃隊の隊長さんいらっしゃるでしょ、はい。この方は帰投するんですよ、うん。で、空中で空母赤城が燃えてるのを発見するんです。どうしたと思う？まっすぐ敵機動部隊の方に向かって行って、敵空母ヨークタウンに体当たり攻撃をなさり、玉砕をなさったそうであります。それに、比しまして、このヨークタウン、まあ、大きな被害出さなかったんでありますが、日本軍の方は、日本海軍の方はと言いますと、赤城が飛竜、この4隻の空母が次々と大爆発、炎上しています。もうこれで決定的でありまして、盲腸で飛び立たなかった淵田隊長はと言いますと、この方も海に飛び込んで、日本の、まあ、救助隊に救われて、海軍の隊長さんとして収容されるという。この戦場の後方300海里に、機関戦艦大和に座した山本五十六がいます。戦艦7隻を従えているんですが、動かず、破れて戻ってくる日本の兵士の救助に当たっております。淵田さんは前線で戦う人で短気になられたんでしょうね。この時に大和と一緒になぜお前は来ないということを日記に書き残していらっしゃいまして、うん、凡将山本と呼び捨てにしておられます、うん。目の前でやっぱり友軍機我が友が次々と、戦闘機で燃えて落ちていく、海上に落ちていく姿を見ますと、後方にいる大将っていうのがやっぱり許せなくなるんでありましょうね、うん。そしてこの時の敵将こそニミッツ。淵田は言っております。無論日本海軍の情報が打電も含めて盗まれていたという秘話も戦後聞いた。確かに打電は盗まれて解読されていたかもしれない。しかし間違いなくミッドウェイの敗北は山本長官と各艦隊の艦長さんたちのコミュニケーション不足である。コミュニケーションがないばっかりに個人プレイが強すぎたんだっていう。そして情報に関しても曖昧しすぎた。米側第一次攻撃隊のほとんどが全滅に近い空中戦もニミッツのおとり作戦と見れば的な作戦でありますから、100機日本海軍を攻めにやっといて90機以上が撃墜されても0戦100機を空中に舞い上げたわけですから、空母をやっつければ100機撃墜と変わらないわけですから、ニミッツは初めからこの90機を犠牲にするつもりだとすれば、空母4隻やっつけられたわけですから、恐るべきはニミッツの合理精神でありますよ。これはもう淵田さんがこの段階で言っております。ただものではないと。戦士における戦術戦略で見れば、海軍航空隊の力量はほとんど世界水準を超えた優秀さである。しかしその技術を結ぶ上層部に戦略の非常の頭脳がない、非常さがないと言ってるんですね。あえてで、淵田は腹渡にゆっくり返るようにして、このニミッツを飛び越えて、その後ろにいる真っ赤さ、この敵将の首をなんとか取れないかということで、ずっと戦争を過ごしていきます。そして、とうとう淵田にお鉢が回ってきます。はい、もう日本海軍もほとんど、その戦う空母を持っておりませんので、そこで淵田は、小一号作戦という作戦を提案しているんであります。これもね、有名な戦争なんですよ。はい。うん。戦争というのはやっぱ一つ一つ見ていくとね、残酷ではあるけれどもね、国のね、なんかこう本質みたいなものがありありと分かってきますよ、うん。これ小一号作戦だけあれしましょうかね、説明してきましょうかね、うん。太平洋の島伝いに米艦隊は一つずつ島を潰して攻め上っていきます。で、ガダルカナル、ソロモン諸島、これも日本が惨敗したところですけど、こう一つ一つ島を断ち切っていくのね。そんで、米はフィリピンを取り戻すためにフィリピン攻略に出てくるわけであります。で、連日台湾まで米海軍が空襲続く中、米はフィリピンを開始します。もうこれ防ぎようがなかったんですね、勢い。それで、この、マッカーサーを淵田がなんで狙ったかって言ったら、マッカーサーは日本軍にフィリピンから追われた時に、I shall return。 俺は絶対フィリピンに帰ってくるって宣言してる。はい、で、淵田さんはね、なんか知んないけど、本のあちこちにこう、なんか感じるんですけど、マッカーサーはええ格好しであるってしっきりに言うんですよ。ええ格好しはね、必ずね、ええ格好つけたがるから、戻ってくれと。そう、I shall return って言ってる限りは戻ってくるんだと。で、フィリピンに戻ってきたところに、日本海軍が結集して、決死隊でマッカーサーを叩くっていう。で、この人、マッカーサーってやっぱ派手好きなのね、うん。マッカーサーは上陸のために大輸送船団をレイテに向けるんですよ、うん。これがね、大輸送船団なんですよ。うん、
この大輸送船団を来週までちょっと覚えておいてくださいね、はい、これがキーワードで淵田の命がけの反撃が始まります。この次また来週のまな板の上で。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。淵田物語、ね、はい、淵田光雄さんという真珠湾にトップバッターで飛び込んでた攻撃空中隊長さん、この人の物語、はい、戦争の話まだ続きます。ほう、まだ続きますが、決して戦争の話をしたくて淵田さんのことを持ち出したわけではないと、はい、いうことをちょっと予感としてございません。わかりました。淵田さんはどこにいるかと言いますとですね、連合艦隊の参謀として今度はこの日本軍が勝つように大爆地を提案します。元磯六元帥の方はと言いますと、司令長官はブーゲンビル島にて、昭和18年に戦死しています。そして豊田という方が、まあ、連合艦隊の長官になるんですけども、小田原長官の賛同を得て実行されます。はい。そして豊田連合艦隊司令長官山本さんの後任がついに決断をいたしまして、小1号作戦という作戦が開始されます。これは太平洋を島伝いに登ってくる米、艦隊に対し日本軍が反撃を出る、日本海軍がね、はい、うん、でマッカーサーという元帥がおりますが、この方がフィリピン攻略に出てくると。で、現実に出てくるんですね、うん、レイテ島というところに大輸送船団を率いて上陸し、彼は誓いの通りI shall return. 私は必ず戻ってくると言った、その浜辺に上陸する、まさにその時を狙って、連合艦隊が動き出すわけです。これは、淵田さん何を考えたかと言いますと、フィリピンに再上陸しているマッカーサー。この上陸している最中に、これ大輸送船団と上陸を開始するわけですから、この時に日本軍がそこを叩くんです。この淵田さんすごいなと思うのは、これマッカーサーがものすごい輸送船団を従えて再上陸するんですね。今度はもう負けないように完膚なきまでに日本軍をやっつけるために。だから大輸送船団ですから上陸するの時間かかるんですよ、うん、ということは攻撃をこう受けやすい時間が長いということなんですね、はい、でもちろん裸で来るわけはございません。大輸送船団にはハルゼー機動部隊空母17隻すごいですね。日本は数隻しかないんでありますが、これに守られて上陸を開始する。淵田の戦術はこのハルゼー艦隊をおとりで釣り出して、生き残りの日本艦隊をレイテ湾に突入、上陸中のマッカーサーを攻撃させるというものであります。で、これがうまくいけば、米軍の戦死者は30万人を超える。これを戦略としたんですね。これもう本当に戦争だね。もうこの淵田って方も軍人さんですから、皆さん許してくださいね。もう戦争ですから。で、淵田さん考えたのは、アメリカは戦死者が増えれば絶対に動揺するっていう、だからとにかくマッカーサーやっつけといて、あとは良い和睦の条件を出して降参しようと。しかし一回は勝たないと、完膚なきまでにやっつけられたんじゃ日本はどうなるかわからないというのが、この海軍軍人さんの意地だったわけでありますね、はい、でそのためにはもう日本の連合艦隊は滅びてもいいとまで、作戦さえうまくいけばね、もうそう決心してこの作戦を提案するわけであります。で、おとり部隊にしろ突入部隊にしろ、ほとんど特攻部隊であります。しかし、上陸部隊は陸にくくりつけられ、守備艦隊がなければ全滅させられる、そういうチャンスがあるわけです。淵田はこの戦死者を増やすという、この一点のみにレイテ沖突入作戦を敢行したわけであります。淵田の作戦はまさにアメリカの本質をついております。アメリカはやっぱり何と言いましても、敵の1割の犠牲、これが我慢の限度なんです。10万の敵を殺しても1万人を超えると必ず沿線気分がバーッと全米に蔓延するんです。それは歴史が何回も何回もこの証明していることでありますですね。100人殺すために自分のところの兵隊さん10人までは辛抱する国、これがアメリカであると、こう淵田は見抜いているわけでありまして、淵田はやっぱもっと深いところではアメリカは USA州の連合体であると、結束した一国ではないと。そしてアメリカはね、昔から南北に切れやすい
国をの形であると。南北戦争戦ってますから、はい、これはもう風と共に去りぬという名作に込められておりますが、北南の対立、今でもそうですよね。やっぱりジョージ・ブッシュさんあんだけの苦戦に追い込まれたのは、ね、ミシシッピあたりのハリケーン市街をほったらかしにしたというのが、はい、彼の足元をすごく救ったわけでありますから、国内統一ってのはなかなか難しい。そのアキレス腱を叩こうというわけであります。です。なんと1944年昭和19年のことでありますが、南洋諸島を抑えた米太平洋艦隊はフィリピン諸島レイテ湾に退去上陸を開始します。10月17日、レイテ湾に米輸送船団先遣隊上陸開始。20日、第7艦隊に守られマッカーサー上陸。10月22日午前8時ブルネイ湾よりいよいよクリタ艦隊が出撃します。この上陸を狙って、で後方に西村支援艦隊を引きつけ、ルソン島の島影をずーっと隠れながらこの艦隊は接近します。はい、そしてパラワン海峡を通過中、敵潜水艦に早くも発見。16ノットの低速走行であります。これやっぱり燃料を無駄にしないために隠密部隊ゆっくり進んでんで、すぐ見つかっちゃってんですよ。さてこの突入作戦いかになりますよ。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。真珠湾に一番最初に飛び込んで大勝利を挙げたという淵田光雄、航空隊長であります。この方が考えました、レイテ湾突入、クリタ艦隊の悲劇を今お話ししている最中でありますけども、はい、昨日すごかったよね。淵田はなんで24ノットまでスピードを上げないかっていう、やっぱり、ね、栗田さんが帰ってくる時の燃料を、やっぱりね、突入部隊とはいえ考慮してゆるゆる進んだらしいんであります。でこの間もう見つかってしまっておりますんで、これ3隻が被害を受けております。陣容をご説明しましょう。ヤマト、武蔵、長野、金剛、春名、高尾、鳥海、マヤ。そしてこっからがすごいんだな。翌10月24日渋谷海に突入、午前10時25分雷撃機30機殺到、武蔵魚雷2発命中炎上、第2波30機集中攻撃、第3波80機攻撃、第4波25機、第5波100波妙高炎上。ものすごい勢いで次々雷撃機が飛来して、日本の連合艦隊、ヤマト、武蔵、長門、金剛、春名、高尾、鳥海、マヤ、この巡洋艦戦艦にバーッと襲いかかる。もうゴーゴーと燃えながらも、それでも眼前とし、栗田艦隊はレイテ湾の目と鼻の先までやってきた。でもちろんこれは特攻作戦なんであります、海軍を挙げてのね、はいはい、ところがね、仕掛けがあるんです。これが淵田のすごいところですね、はい、飛行機でバンバン攻撃しておりますけども、機動部隊が別個にあるわけでしょ、が守ってるわけでしょ、アメリカ軍をね、はい、春勢機動部隊が、この春勢機動部隊がですね、度肝を抜くんですよ。つまり燃えながらレイテ湾に接近してくる栗田艦隊が あるでしょ。でそればっかり相手にしてたら、今度攻撃してる真後ろから別動の日本艦隊が現れたんですよ、うん、これがいわゆる小沢おとり艦隊の南下であります、はい、なんと時を合わせまして10月の20日瀬戸内海を出発する。空母瑞鶴、軽空母千代田、千歳、瑞宝の4隻、戦艦2隻、駆逐艦6隻、軽巡3隻、このおとり艦隊が南下してきたんであります。つまり下から来るんでバーってやっつけてたら、うん、上の方からも日本艦隊が来たんで、春勢機動部隊は U ターンしてやっつけに行ってるんです、はい、ところがこれはもうまさしく小沢おとり艦隊でありましてですね、春勢艦隊がバーっと U ターンしてこの後ろから襲ってきた小沢おとり艦隊に接近していくわけです。その時に小沢艦隊はさも逃げるふりして U ターンするもんで、春勢の機動部隊が釣り上げられていくんですよ。ということは、はい、レイテ湾を守っている機動部隊が全くいなくなっちゃうんです、うん、で、レイテ湾のマッカーサー部隊はこの瞬間だけ裸になってしまいます。これはですね、春勢機動部隊、小沢艦隊の南下を発見し、突然の機動部隊、出現にパニックになってるんです。そして栗田艦隊への攻撃を一旦中止し、攻撃力を小沢艦隊に殺到させているんです。
ハルゼー対空母より発進した空中攻撃機、14機。で、これで次々この見に行って攻撃するんですけども、デーテ湾のマッカーサーは短い時間ではありますが、すっぱらかになります。で、この時にマッカーサーも真っ青になってて、なんていうか、帰ってこいって怒鳴ってるんですね。なんとですね、17隻の空母と、今までクリタ艦隊を攻めていた飛行機の1000機。これが、小沢おとり艦隊にくっついて上に釣り上げられちゃったんです。そして戻ってこないんであります。この時にマッカーサーは太平洋戦争中最大の危機とこの瞬間を言っております。クリタ艦隊はなんとレーテ湾の入り口に姿を現しました。これ戦艦ヤマト持ってますからね。戦艦ヤマトが大砲一発撃てばものすごい殺傷能力があった。その後ろには、なんとまだ、そんなに炎上してない西村支援隊もこっそりくっついてきてるんであります。そしてマッカーサー主力部隊、陸揚げ作業中で、陸揚げが終わってないもんですから、全員浜辺にくっついてるんです。戦場のことなんで、目まぐるしく事態は動きます。で、火だるまの栗田艦隊は、このまま、レーテ湾に突入して、残りの方を全部マッカーサー輸送部隊に浴びせていたら、もう30万人どこの死傷者ではない、すっさまじい被害者が出たで、ありましょう、おそらく。これは栗田艦隊の謎の反転って言われてるんですよ。はい。突っ込めば、目の前にもいたんです。ところが、栗田艦隊が方角を変えちゃうんです。せっかくおとり部隊が釣り上げてるんですけど、連絡が全く行ってないんですよ。はい。三つの艦隊がバラバラに獲物を探してる。で、見つかったやつで良さそうなやつを捕らえに行っちゃったんです。もう、やっぱり、負け戦っちゃこんなもんですね。そして、なんと U ターンしたばっかりに、上陸部隊はマッカーサーも含めて、まんまと冷帝奥に逃げられてしまうわけであります。本当に切ない話でありますが、ヤマト主砲によりまして懸命に砲撃を開始し、キンケイドというこの艦隊にも被害は出るし、また次々もうありったけの翼をこのフル動員して体当たり攻撃を海軍は敢行するんでありますけども、もうそれはもう日本軍の被害に比べれば全然効果はなかったということで、レーテ沖作戦も戦果を上げることができなかったという。そしてこの時点で日本の長い歴史、明治以来の歴史を誇ります連合艦隊は全滅です。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。藤田さんは冷帝沖海戦の失敗を、たった一言日記にこの書いております。これはもちろん心中でございましょうね、心の中で叫んだんでございましょうね。老いぼれ臆したか、これは栗田艦長に対する淵田さんの怒りでございます。はい、さあ語ってまいりましたね、血生臭い戦争の歴史ではございますが、やっぱり個人の中でこれほどの戦争をね、たった一人で引き受け続けたという淵田光雄という元海軍の攻撃隊長、飛行機の、はい、皆さん方にお話ししたのは真珠湾、そして東京空爆の様子、そしてミッドウェー海戦、レーテ沖海戦というね、大きな戦場の話でございましたが、時代もとうとうこの戦争に明け暮れた時代もとうとうここまで、来ました。昭和20年のことでありますね、8月のこと、淵田は本土決戦の参謀を命じられます。もう負けに負け続け、沖縄も落ちたと、こうなれば本土で決戦するしかないという、でもこの絶望の中も懸命に淵田は動き回っております。そして昭和20年8月、広島の第二軍司令部に出向しておりまして、ここでそのまあいろいろその防衛体制のチェックに行っておりますですね。その8月のことでありますけども、宿屋に帰った瞬間に、その別の命令が
どんな命令かというと、天理市の竹之内というところに通信施設を作るんで、それをしっかり監督してほしいということで、この方は、広島の飛行場から大阪の方に飛んでったわけでありますね。そしてなんと、大和基地を点検している時に、広島より連絡が入って、今朝8時15分広島市全滅、特殊爆弾敵投下というこの砲が入りまして、はい、淵田はなんと7日にはすぐに広島に飛んでおります、そして2キロ半にわたる爆心地を目撃し、その原爆というなんとも凄まじい、爆発物をで壊滅させられた広島を心より悼んでおります。太田川のほとりで割れた茶碗で死にかかった妹を抱きかかえ、懸命に水を飲ませる少年を目撃します、そしてこの妹は叫びます。敵を撃ってください、ああ切ない話でありますね、市内には原爆の不発弾とみられるものが合計3個発見されて、淵田はそれが原爆かどうか、すごいですね、棒切れ1本持って叩きに行ってますね、でもこれは落下傘がくっついておりまして、観測用機材だったということで爆発はしなかったわけであります。そしてすごいことでありますが、この時淵田とその被爆の被害の調査団で行ったほとんど二次被爆で死亡しております。淵田は生き残るんです。このことも淵田は後年に、なぜ俺だけ死なないんだという、もう何回も話しましたよね、真珠湾攻撃に入る前、練習機で死にかかったのが1回、ミッドウェーではいよいよ飛び立とうとするときに盲腸がうずき出した、そして原爆を落とされた広島を視察に行って、自分だけがその二次被爆を逃れているという、この辺で淵田はどうもなんか俺の人生なんかおかしいぞというふうに思い出したんでありましょうね。なんか見えない力で生かされてるみたいな。ねえ。そしてついに1945年昭和20年8月14日のことであります。日本降伏自宅の方が淵田に入ります。はい。海軍飛行隊長、淵田に命じられた命令が、なんと運命ですよ。フィリピンにいるマッカーサー元帥を飛行機で迎えに行くという役目です。不思議ですね。停戦降伏条約受理の使節団の10名。それを、彼らを飛行機に乗っけて、文書を受け取りに、そのフィリピンまで行くというのが、淵田の最後の大本営から受けた命令だったわけでありますね。8月の15日正午、厚木を出発、沖縄、伊江島基地へ一式立港。これで、米軍機に、輸送機に乗り換えて、フィリピン、マニラへ。ニコラス飛行場に着陸し、参謀副長はウィーロビー。この人はもう日本の GHQ しくった有名な方でありますが、ウィーロビー少将の出迎えの後、マッカーサーのいる司令部へ、移動しております。そして、軍服でマッカーサー司令部へ急ぐ淵田に、フィリピンの少年が言葉を投げつけます。それは日本語だったそうでありまして、淵田もハッと振り返っておりますが、フィリピンの少年が淵田に向かって叫んだ言葉、バカ野郎、ざまあみろ。かな忘れた？え？トラトラトラって叫んだ後、一発目の爆弾を当てた時、日本のパイロットが燃え上がる向こうの軍艦を見て、バカ野郎、ざまあみろって言ったっていう、全く同じ言葉を隊長の淵田がフィリピンの少年から今度は投げつけられることになります。全く言葉が同じだったことに淵田は本当に深い驚きと言いますか、奇妙さ、ね、運命の不思議さを感じてしまいます。8月28日、淵田は厚木基地で、司令機の着陸を待ちます。バタン号より降り立ったマッカーサーを迎えます。彼はそのマッカーサーを東京まで案内するという軍人に、この選ばれたわけであります。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。
8月28日、厚木基地でマッカーサーをバーッと取り囲む報道陣になります。マッカーサーは答えます。東京への道は遠かった。これで淵田の軍人としての繁昇は終わりました。ここからは海軍の航空隊長、戦争指揮参謀として彼は直ちに GHQ に戦争犯罪人として拘束されます。はい。そして彼はニューグランドホテルでの尋問を受けることになります。彼の戦後が始まったんですね。うん、負け戦の取り調べ。はい。尋問ではこう聞かれます。99は海軍中佐です。どのような仕事を飛行隊長を私はやっておりました。今まで参加した戦闘、もうやっぱり覚悟でしょうね。うちでは気をつけの、真珠湾空襲、空中艦でありました。そう答えたあの軍人、そして通訳の顔がさっと一瞬のうちに変わったという。はい、やっぱり恨みが。と、淵田もそう思ったんだね。はい、真珠湾に茎、騙し討ちをしたっていうね、はい。それで自分は憎まれるだろうと思ったら、ちょっと雲行きが違う。そう、あなたが指揮官。実は、指揮官はドイツ将校との噂があったんです。あんな素晴らしい攻撃を、日本のパイロットができるわけがない。あれは隊長はドイツ人だったという噂があるんですが、あなたが本当に隊長か。淵田は答えます。そうです。私と私の部下が成功させたあれは作戦であります。で、やっぱりこう淵田さんはこのあたりの文章を読んでも海軍の隊長としても、公主刑になっても仕方ないだろうという覚悟は持ってらしたらしいんですが、変化はアメリカ側に起きるんです。この人は永久戦犯として目黒海軍大学内の宿舎に拘束されてるんでありますが、その宿舎に、これは本当にこの淵田さんしか黒人兵が出てきて、宿舎の中が引っ張り出されて裏の方に連れて行かれた。はい。こいつら、その真珠湾の恨みを俺に個人的に晴らすつもりだな。殴るなら殴れ、うん、っていう、こう顔をしたんでありますが、彼の前に突き出されたのは、ウイスキーグラスだったそうであります。はあ。そして彼らはひそやかに淵田に行ったそうです。なあ、キャプテン。あの空襲をアメリカで一番喜んでいるのは誰だと思う？そう、俺たちだよ。淵田は人種的偏見の恐ろしさを思い知ることになるわけでありますね。やっぱり、この人種的偏見というのが、ざまみろバカ野郎という言葉を次々生んでいくというね、黒人兵は大変辛い目に太平洋戦争で遭わされたもんですから、黄色い奴らが、うん、この辺やっぱり不思議なもんだよ戦争っちゃ、うん。そして1945年昭和20年9月2日のことではありますが、淵田は水利号甲板上幸福調印式に立ち会っております。これ全部立ち会うんですね、この人は。はい、こちらはこの甲板で敵将であるある人物と再会します。ハルゼ、ニミッツ、マッカーサー。うわ、すごい。すごいね。淵田はマッカーサー元帥が大嫌いでありますね。うん、彼はやっぱり軍人としてなんかあるんですね。フィリピンコレヒドールから妻子とともにアメリカ初代を残してオーストリアにお前は真っ先に逃げたじゃないかっていうね。うん、で、ウェンライト中将という方かな。この方が捕まって日本の捕虜収容所でひどい目にあったんですってね。それでやっぱりこのウェンライトさんにどっかで住まないと、あのマッカーサーも思ったんですよね。ぶち捨てて逃げた部下ですから、うん、あの幸福調印式のペンをこっそり後で渡してたみたいですね。そうなんですか。お前のおかげでこのペンあげるみたいな。やっぱりちょっと心が痛かったんじゃないですかね、マッカーサーもね。それを淵田さんが目撃してるんですよね。でも淵田さんは腹の中でなんだペン一本でも上がってるわけですね。そうですよね。なんかね。ね、妻子とともにてめえ真っ先に逃げたじゃないかっていうね。やっぱりこれ、やっぱり、あの、軍人さんゆえにでしょうかね。うん。で、淵田は、やっぱり一生懸命叫んでおりますね。これもなかなか淵田らしいんでありますが、中華民国、それから英国、ソ連、オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ニュージーランドの代表が、戦勝国としてずらーっと並んで、淵田は内心でつぶやいております。一徳が俺たちが負けたのはおめえたちじゃねえぞっていうね。淵田は叫びたかったのは、俺たちが敗北したのは、そこにいらっしゃる、ハルゼ提督だっていう。やっ
やっぱり心中そう叫んでたということでありますね。さあ、その後でありますが、GHQ の召喚により淵田は実に厳しく取り調べられます。本当に、驚くべきことでありますが、なんと、二日元帥から呼び出しが来るんです。で、この時もやっぱり銃で撃たれるのかなと思って淵田が入っていくと、ニミッツはコーヒーを入れてくれるんですよ。へえ。そして淵田に差し出しながら、淵田に対して言うんですね。淵田に対してニミッツはこう言います。ミスターキャプテン、実は私が最も尊敬している海軍の軍人は東郷元帥である。私は心より東郷平八郎元帥を尊敬している。私は若い頃一度元帥のお話を伺ったことがある。東郷さんが亡くなられた時、その棺に付き添って歩いたことがある。東郷さんは素晴らしいネイビーだ、うん、ニミッツさんってそういう人だったみたいね、うん、さてこれからもまだまだ敗戦後生き残る淵田の物語続きます。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。さてさて、淵田光夫の、まあ、長い長い戦争の歴史でももう敗戦でございます。はい。淵田に対してニミッツは尋ねます。それは何を尋ねたかというと、日本の陸海軍あそこで玉砕であれほど粘ったのに、降伏した瞬間に武器引き渡しあるいは武装解除がなんでこんなにスムーズにいくんだ。で、淵田はこの時に、それはおそらく天皇であろうと、天皇が戦争に負けたと宣言なさったから、これほど、その敗戦の降伏が簡単に行くのであろうと、日本軍がゲリラ化することを止めておられるのは天皇陛下であるということを二密に、二密は深くうなぎつきつつ、君の言葉は必ずマッカーサーに伝えようと託してくれるという。で、彼は東京裁判に永久戦犯として出廷します。騙し討ち真珠湾攻撃の隊長ということで、3000人の兵を殺害したということで、まあ、訴えられるんでありますね。まあ、東京裁判とは全体的にそういう裁判であったわけであります。それで、まあ、最後の東京裁判での判決は命令に従っただけであるということで、放免になります。でもまあ、ズバリ言いますと、淵田は野に、無罪となって捨てられたわけでありまして、彼はふるさとに帰って、葛城山のふもとで養鶏場を営むという、そういう人生、戦後の人生を送るんですね。はい、切ないですね。うん、でも負け戦はこんなもんだな。うん。さあ、こっから皆さん、実は話したかった本題に入ります。淵田はやっぱり米軍に対する憎悪が全然引かないんですね。うん、それでなんと、戦友たちを訪ね回ってて、米軍がどんな残酷なことをしたのかずーっとその戦った兵隊さんたちに聞くんですよ。そしたらアメリカ本土まで捕虜として連れて行かれて残酷な暴行を受けたとかっていう戦友たちを訪ね歩いて、いつか本にして出してやろうつって、もう米軍残酷物語みたいな資料を一生懸命綴り始めるんですよ。ところがそこで実はとっても不思議な証言に出会うんです。これはユタ州のある町に収容された日本兵の中に、手足を失った捕虜がいたらしいんです。もうこれ日本軍の捕虜ですよ、ね、日本兵であります。その手足を失った日本兵のために懸命に働く二十歳前後のアメリカ娘がいたそうであります。彼女はもう本当に懸命に奉仕し、日本兵ですよ、ニック機老いた日本兵には実の娘、若い日本兵には恋人のように優しく介護したというんです。アメリカ軍の残虐行為を集めてるんでありますが、変わった例もあるものだなぁと思って聞いているうちに、その証言の中で捕虜だった人が、そのユタ州ですごく自分たちをよく面倒見てくれるアメリカ娘がいたんだ。で、その人に、なんでニックキー俺たちジャップをあなたはそんなに優しくしてくれるんですかというと、その娘がなんと、私の両親はあなた方日本兵によって殺されたからですと。ん？トンチンカンで全く意味がわからないんです、はい。彼女の名前はマーガレット・コーベン。両親は実はフィリピンの方かな？フィリピンの方、あ、ごめんなさい、ルソン島です。ルソン島でお二人とも日本軍によって
ただラジオを持っていたというだけでスパイの嫌疑をかけられ、日本刀で切り殺されて惨殺されてるんです。うん、そのお嬢さんが、はい、ユタの日本兵の収容所で日本兵に恋人のように娘のように優しく奉仕し続けるっていう。淵田は憎きアメリカを探してるんです。うん、でも自分が今見知ったこのアメリカ人だけは憎んでくれた方が気が楽なのに、うん、両親を殺されて、はい、なぜ日本兵にというところに謎を感じてしまう、はい、わけであります。はい、それでなぜだろうということがもう不思議で不思議で仕方なく なるんでありますね。やがて彼は殺されたコーベル夫妻の、証言を目撃者を訪ね、出して、聞くことができるようになります。この方は実は昔日本にいたバプテストの宣教師の方、日本兵に見つかった時も決して慌てず、目撃者によれば老夫婦は両手を合わせ静かなつぶやきを繰り返しながら日本兵の軍刀が振り降りるまで笑顔でイエスに祈りを下げたという。で、娘さんはその親のことを目撃者から聞いて、父母が自分に残してくれたメッセージは敵兵を愛しなさい、そう信じて、あーごめんなさいあの父と母の遺言が敵である日本兵に優しくしなさいという最後だったっていうことで、彼女はユタの手足がなかったり目が見えない日本兵に娘のごとく恋人のごとく奉仕を続けたという。淵田はこの時に米軍を敵として戦い続けた日本軍の航空隊長として何を一番思ったかというと、一体コベル夫妻は一番最後何を祈りながら何をつぶやいて死んだのか、もうその言葉が知りたくて知りたくてたまらなくなって、アメリカ兵の残虐行為なんかどうにでも良くなったという。実はここから皆さんにもう何週もかかりましたけど、はい、ここを話したかったんだよ、ここからを、はいはい、一体淵田の心の中で何が起こったのか、ここからが始まりですね。はい、はい、そうでございます。この続きまた来週のまな板の上で。武田哲也です。おはようございます。水谷香菜です。もう何回お話したでしょう。延々と続いております淵田の物語ですね。この方は真珠湾攻撃隊長、総隊長であります。トップバッターで真珠湾攻撃、爆撃機を率いて飛び込んでいった、まあ、日米開戦のスタートの一発を打った方という、まあ、この戦に貴重な人生命をかけて戦いまして、はい、ついに日本敗れるということで、うん、あとは、東京裁判にかけられるという。で、東京裁判でも真珠湾攻撃の方は騙し討ちということで戦闘ではないと、3000人の米兵を殺戮した殺人罪で訴えられるという。この東京裁判いろんなことで今話題になってますね、うん、藤田誠さんがおやりになったり、はい、それから映画の方でもなんか私は会になりたいなんていうのが進行しておりますから ね、はい、東京裁判というのはやっぱりそういう意味ではその全くの正しい裁判ではなかったのは今の時点で言えるでしょうね、うん。で、淵田もまあこれ兵士でありますから、海軍のパイロットでありますから、まあ、戦闘に参加したんでありますが、東京では、3000人の兵隊を殺戮した殺人罪というのが適用されるんですけども、淵田はやっぱりそこで痩せた体呆然と胸を張って、いや違う、あれは戦闘であった、戦争であったと、それが証拠に我々はちゃんと国際戦争法規にのっとって攻撃したっていう、まあ、結局は話されるようにして無罪になるわけであります。で、生活に困った淵田でありますが、ふるさとの奈良葛城山の麓に帰って養鶏場なんかを営みつつも、やっぱり負け戦の無念がどうしても収まらず、だんだんこの捕虜として捕まってた友人が帰還してくると、その友人たちに歴史の資料としてアメリカ軍がどんな残酷なことをしたのかっていうのを記録していくんですね。ところが本当に不思議なことに、どんどん集めていくうちに、その淵田の
淵田光雄の胸を強く揺さぶったエピソードに出くわすわけです。それはフィリピンのある島で、この教会の牧師夫妻を日本軍がスパイとして捕らえて斬首刑、首を切り落とすという、そういう処罰を行ったんですが、この両親が、この夫妻が、全く、泣くでもなく、わめくでもなく、静かに祈りつつ、日本刀の露と消えてしまった。で、その娘さんが不思議なことに、アメリカ本土、メインランドに収容された日本軍の捕虜に、妻のように恋人のように優しく触れてるという、はい、なぜこんなことが可能なのか、親を殺されて恨みに思わず敵兵を優しく介護するマーガレット・コベルさんというこの方のその生き方がもうたまらなく眩しくなった、うん、で帰ってきた返事は父母ともクリスチャンだったと、キリストを信じていたから、こういう考え方で、私のように生きなさいと父と母は死に方で教えてくれたから、私は敵兵をこそ愛そうですというこの言葉に、真っ赤さ憎しの感情の淵田もグラッと揺れるんですね、はい、淵田の人生の中でしばしばある奇妙な奇跡、いくつかありましたね、ありましたね、ご紹介した中でね、はい、落ちかかった飛行機と全然に高度を上げなさいっていう優しい声が聞こえてきたんで、高度を上げたらそのことでまあね、グライダー飛行が可能になり、浜辺の近くに墜落して助かったとか、それから空母赤城で、機動部隊撃を受けた時も、横に水柱が上がったんだけども、はい、全く無傷だった。はい、それから特攻隊で行かなきゃいけない時も、盲腸が痛んで飛行機に乗れなかったとか、はい、その時に、淵田は、わっとそういう人生がこう交錯したんでしょうね。もしかしたら俺は、戦場で生きてたんじゃなくて生かされていたんじゃないか、うん、一体俺を生かしているものは俺に一体何を命じているんだ、その思いいっぱいの淵田の手にふっと握らされた、キリスト教伝道を伝えるアメリカ兵のパンフレット、うん、聞いたことも見たこともないキリストという人が俺をもしかするだと思って、彼は戦後の闇市の中で聖書を手に入れるんですね、はい、そしてルソン島で殺された教会の牧師さん夫妻が最後一体なんてどんな祈りの言葉を捧げたのかを懸命に買ったばっかりのキリスト教の聖書、まあ訳されているんです、それを探すんですね、どんな言葉なんだろう、そしてこの言葉に間違いないと思った言葉に出会う、これはルカ伝の23、34にかくてイエス言いたまう、父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり、いい言葉ですね、これはですね、ゴルゴ川の丘十字架にかけられたイエス、そのイエスに向かって神の子ならば、今すぐ奇跡を見せよ、その十字架から降りてこいと、イエスをからかう人たちがいるんですね、その時にイエスが静かに許してあげてください、父よ天に増します我らが父よ、彼らは何をやってるのか知らないんですっていう、おそらく、伝道のコーベル夫妻もこの言葉を囁いたであろう、でこの言葉、その聖書を読むうちに、バフチラは頭のいい人ですね、気づくんですね、はい、あれ、もしかしたらこの言葉こそ俺のための言葉じゃないかっていう、俺は真珠湾に飛び込んで、憎き米艦隊をやっつけるとき、自分がしていることが何だったか知らなかった。ここから皆さんにお伝えしたかった。あ、やっと聞きましたか。やっとたどり着きました。はい。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢。おはようございます、水谷香菜です。いつも司令長官の言うこと、あるいは天皇陛下の言うことを聞けと言われて言うことを聞いてきた。しかし、俺をここまで救ってくれたのは、もしかすると、イエスなる人かもしれないと。俺の本当の命の司令長官は、遠い彼方のイエス・クリストかもしれぬという思いがよぎると、淵田は無我夢中で、聖書の勉強を始めたという。キリスト者。キリストを
まあ、信仰する人になった淵田、47歳だったらしいんですが、それから一生懸命勉強なさったんでしょうね、はい、もう一途にね、うん。で、この方は、時に1950年2月の26日、神に仕えようと決心し、洗礼を受けられます。それでやっぱり、キリストの教会の方に行かれて、懸命に活動なさってる。だけど、やっぱり目立つわな。真珠湾攻撃、総攻撃隊長、ねえ、キャプテン、淵田が、キリスト者になったっていうのはね、このニュースはやっぱすぐ伝わったんですね、アメリカにも。うん。1952年のことでありますが、キリストの教えを広めるというスカイパイラット本部、こういうキリストに魅せられた人たちの一派がありましてね、キャプテン淵田ですから、うん、持ってこいっていうことになって、うん、なんとアメリカに渡られるんです。一緒にキリストを信仰する者として、はい、アメリカでも君は頑張ってくれないかと。ここでまたかなり不思議なんですね、はい、これで淵田はイエスの信仰のためならばで、そのスカイパイロット本部の招きに応じるんですよ、うん、でね、貨物船で、まあその当時はね、飛行機、まあ常時行ってなかったんですよ。貨物船でアメリカに渡るんですね、はい、淵田が乗りました貨物船ニコリン・マークス号、パッと気がつくんです、淵田は。途中で、はい、真珠湾攻撃の時の航路と全く一緒だっていう。12年前、うん百機の戦闘機を率いて飛び込んだ、あるいは空母の上で憎き敵を睨んだ、その海上の道を、今度は淵田はたった一人、貨物船に揺られて、全く同じハワイ、アメリカ本土メインランド、方向の航路に乗るんですよね。はい。感無量だったでしょうね。アメリカにたどり着きました淵田はアメリカを巡礼して歩きます。で、この時の、まあ、アメリカの方の率直さですね。彼を、紹介するコメントはもういつも決まっておりまして、真珠湾攻撃キャプテン、ミスター淵田って言われたっていう。へえ、そうなんだ。反日感情もものすごく強い時ですから、Old Rat、フルネズミ出てけっていう声が。しかし、淵田は全然動じなかったそうですね。罵る人たちに向かって、私も昔あなたと同じ顔でアメリカを呪った。しかしもうあなたのその怒りの声に私はその、苦しむことはない。なぜならばあなたが信じるイエスを私もまた信じるからという。うわ、何か一つ人間というのは回路ができるといとも簡単に苦難に耐えられるというね、はい、いかな脅し、まあ迫害ものを投げつけられることも淵田にはイエスの当然の導きのように。そしてぐるぐると伝道の旅続けていくうちに、淵田はイエスの待ち構えたような奇跡に出会わされるわけですね、はい、フロリダブレーマートンの港で伝道をやって、おりました淵田は12歳の男の子を連れた夫人に面会します。で、夫人は淵田にお願いします。どうかあなたの手でこの子を祝福してやってください。この子の父親は真珠湾で戦死しました。この子の父親は、戦艦アリゾナの砲台長を務める海軍大尉でありました、うん、淵田が爆弾を落としたあの戦艦の下から撃ってきた人の息子さんなんですね。はい。ええ。それで、やっぱり淵田は、その男の子をぐわっと抱きしめて、ああ、涙出てくるね。祝福する言葉は、あの言葉です。どうか彼らを許したまえ、そのなすところ知らざればなりと言いながら、少年を抱きしめて祝福したという。これはやっぱりアメリカでも大変な話題になったそうで、トップニュースで全米に感動を呼ぶエピソード。真珠湾攻撃のキャプテンとアリゾナの、ソルジャーが、海兵隊ネイビーのそのお子さんがお互いに抱き合っていたっていうのが、うわーっと全米に広がったという。もう広がると早いもんでありますね。彼はこの後、この少年と別れました。あと、ワシントン州で意外な人物が、にっこり笑って淵田に握手を求める、政治家がいたそうでありまして、はい、
これがアメリカのすごいところですね。アイゼンハワー大統領だそうです。プレジデント自らが握手を求めたと言いますから。まあ、宗教のね、やっぱり素晴らしさもあるけど、まあ、ここまで来るともう、人間性の問題ですね、はい。しかもやっぱアリゾナの法大長の奥さん、よくできた人ですね。後々の話でありますが、この12歳の少年、まあ、全米の美談の、まあね、ヒーローボーイになりまして、養父母に、このアイゼンハワー大統領がなるのかな、はあ、もちろん、まあ、名ばかりということでしょうけど、で、士官学校に入ったそうです。お父さんの後を継いで。実はこれが言いたかったんですよ、こういう話がね。はい、奇跡のような話、まだまだ続きます。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。というわけで、真珠湾攻撃隊長、淵田光雄さんの物語でありますが、もう戦後編、はい、キリストを信じるようになり、キリスト者として、なんと敵国全米を伝道して歩くという。まあ、これ読んでおりまして、この本私も痛く感動したんでありますが、後半の方はもう奇跡の連続でありますね。はい。今度は、淵田はですね、すごいですね、これね。これやっぱりアメリカっていうと国のいいとこですよね、うん。まあでも戦後すぐのアメリカですよ。なんとこの軍人、元軍人であった日本の真珠湾を攻撃したパイロットなんでっていうんで、アナポリス海軍兵学校に招かれてるんですね。はぁ。まあ、江田島で絡んだ人が、うん、ね、かつての敵国の、アメリカの海軍兵学校に、ゲストで招かれてるんです。なんと3000人の海軍兵学校のアメリカの兵隊さんが集まった、学生さんが集まったという。で、やっぱりあれですね、やっぱり淵田さんが中でこう書いてるんですけど、やっぱり日本は負けるはずだって書いてるんですね。その海軍兵学校を見て、予科練を体験なさった方だから、ちゃうと、予科練と何が違うか。キャプテン淵田はそこで何を見たのか。アナポリス海軍兵学校、淵田さんが見たものは、校庭の脇にチャペルを持ってると。ああ、はい。教会を持ってるんだ、うん、軍事訓練所が、うん、白い綺麗な。はい。そんなのよかれたかと。それがやっぱり違うんだなぁということ。まあもちろんキリスト者であるという、キリスト信仰ということもあるでしょうけども、そのやっぱり神を兵士のそばに置いてあげるというね。まあやっぱり日本の人たちは大変だったよね。やっぱりね、死に対しては人間って、宗教って重要なすがりつくものになりうるわけでしょう。やっぱりアメリカの人たちか世界中の人たちが驚いたのは、神風特攻隊の人たちが、その宗教に頼らず決心できたっていうのが彼らの不思議なんだよね。はい、だって、あの時代に特攻隊で明日死ぬんだけども、うん、一切宗教は関与しなかったんですからね。うん、日本の特攻隊の人たち、海軍兵学校の人たちって本当気の毒だけど、死ぬ理由が分からずに苦しんだ若者っていっぱいいたみたいで、俺一番泣けるのは、夜明けの出撃なんで、一番最後に読んだ本が、宮沢賢治の夜鷹の星っていう人がいたらしいですよ。あれのみを、宮沢賢治の書いた夜鷹のように死んでいこうっていう。夜鷹が星になる。そう、ね、あれを心の支えにして、僕もオリオン星座のすぐ下で燃える星になろうって言いながら、高度3000メートルを取ったっていう特攻兵がいて、この間に宗教は一切彼らのそばに寄り添うことはなかったわけですからね。なんか胸が痛い、ね。痛いだろう。本当切ないよね。司馬遼太郎さんという人のこうエッセイなんか読んでると、彼は歎異抄ですね。うん、歎異抄、親鸞が書いた、はい。あれを何回も読んだっていうね。親鸞の強烈な言葉、人を千人殺してんや極楽往生間違いなし。ユイエンっていうお弟子さんと語り合った言葉の中にあるんですね、うん、はい、自分の心が良くて人を殺さないんじゃない、人間は追い詰められと人を殺すこともある、だから哀れだから阿弥陀様が迎えに来てくれたっていう、例の悪人正気説、うん、はい、
司馬遼太郎さんもおっしゃいますね。親鸞しかいなかったっていうね、すがりつくものは。でもアナポリスではきちんとした牧師さんがいて、神の愛を兵士に説いているという、それがやっぱり淵田が負けなさっていうね、万歳しか教えなかった上官とは違うっていう、彼らは戦場でね、どう戦うかも学んでいるかもしれないけども、神によってどう愛し合うかもきちんと兵学校で学んでいるではないかっていう、この愛がなかったって、日本にはっていうね、で前置き長くなりました、いよいよそのアナポリスの海軍兵学校の大行動、なんとすごいですね、これ集まった、生徒さん3000人、綺麗なもんでしょうね、あの綺麗地触りですから、例の白いやつでしょうからね、帽子かぶって、それでパールハーバーね、キャプテン淵田って紹介すると、全員起立、スタンディングオベーション、へー、うわぁ、3000人の海軍兵学がキャプテン淵田を拍手で迎えたという、彼は敵ではない、愛を知る人、かつてイエスの試しに愛、アメリカと血相を変えて戦い、命を懸けて戦った、しかし今は神を愛される神の使い手、神の使者淵田、全員でうわぁ、ちょっと私書き忘れましたけど、この時に間違いないと思いますがね、アナポリス海軍兵学校は淵田のために日本食を出したっていうね、そうなんだ、まあ小粋なことやりますよね、はい、そして彼がそのキリストの愛を解き始めると、若き兵士たちは感動を持って彼を見守り、敵としてではなく愛の人として、全、兵学校の兵隊さんたち、学ぶ学生さんたちはキャプテン淵田を、やっぱりキャプテンのごとく仰ぎ見たというね、こうして淵田さんはキリストの愛に目覚めて戦後を生きられます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香奈です。長い長い物語ではございましたが、どうしても語りたくなり、ご紹介したくなったもんでありますから、キャプテン淵田、はい、物語、真珠湾攻撃総隊長淵田光雄の、一生を語ったわけでございますね。最初はこうものすごく戦争の話ばっかりで、ちょっとこういい話になったと思ったら、一瞬のところが残念なんですが、この一周の中にやっぱり淵田さんの晩年、中盤から晩年の人生の輝きっていうのがやっぱ素晴らしいなと思いました。こうして淵田さんは戦後生きられます。1976年5月30日73歳で世を去られた、はい、1976年っつうと俺がなんか母に捧げるバラードを歌ってた頃ですから。そうか、そのぐらいですか。だから考えてみると、ついこの間まで、つい最近の話ですよね、戦後と言いますか、戦前、開戦とかを全部背中に背負っておられたんですね。でまたね、この人ね、ほんと不思議な人なんですよ。とっても優秀な息子さんとかいらっしゃるんですけど、はい、今奈良の実家の方は誰もいらっしゃいませんで、はい、息子さんアメリカに渡られて、今アメリカ人の奥さんで、アメリカの建築の方で活躍なさってるんです。そうなんだ、不思議ですよね。だから、はい、ミスター淵田の資料は全部今アメリカのその息子さんの手元にあるそうで、そういうの含めると本当にな意味だ、この人の人生なんか見てると映画にしたくなるよね。いや、映画になんで今までならなかったんだろう、不思議なぐらいですよね。はい、ただ金かかるだろうな、ほんとな。真珠湾攻撃から戦後全部まで、東京裁判までやらないとな、もうこれやっぱすごいね、山場ばっかりですからね。でもやっぱり感動の人生だなと。こういう人はやっぱりこう野ざらしにしとくのはもったいないね。はい、
彼がこう人生で感謝したもの、得たもの、感じたもの、もっともっといっぱい知りたいなと思います。そして、とても不思議なことなんでありますけども、いくつも不思議があるんですがね。この人がキリスト者としてこう傾き始めたのも、東京裁判で無罪を言い渡されて、渋谷の雑踏をプラプラ歩いてる時に、ハチ公前かなんかでパンフレットもらうんです、伝道のね。で、そのパンフレットをピラッと広げてみると、自分と同じ東京空襲をやった爆撃隊のアメリカ兵士の信仰告白だったんですね。これ、俺と同じ奴がと思っていくうちにというね。で、この爆撃隊長とも、後に、藤田さん会ってらっしゃるんですよ。だ敵とは全部再会してらっしゃる。マッカーサーからも握手を求められてるんですね。まあ、最後はね、憎き鬼のマッカーサーとね、握手できたという。1976年5月30日、73歳でこの世を去られております。はい。淵田につきましては、もう一つ不思議なことがあります。これは私が見つけたことなんであります。はい、この人に見せられて、なんかこの人のこう、どこに生まれたんだろうか、なんていうことを、本に照らし合わせてな、私も執念深いだろ。はい。5万分の1の地図買ってきて。え？調べたんだ。調べたんですか？うん。はい。それでそこ針を置いて、あれ？え？ここ俺一回通ったこともあるし、もう一つ、道を挟んで、俺にとってものすごく、大事な人が生まれた里に近いんじゃねえかと思って、もう深夜、夜のこと、ワクワクしながら老眼鏡をかけて、必死になって探したんですね。はい。淵田光雄さんが生まれて、まあ、養鶏場なんかね、やられながら懸命に暮らしてらした村があります。もう今、町名変更で名前変わってしまいました。うん、でも、とにかく、奈良県の飛鳥村の近くです。はい。で、真ん中に竹の内街道ってのがありまして、はい。反対側。司馬遼太郎さんが少年時代を過ごした野原なんです。へー、母方の実家がある。へぇ、司馬遼太郎、すぐ近くなんだって、道を挟んで、はい。感動するだろ？はい。なんか不思議。不思議だよね。ずっとしたよ。すれ違ってることはない？調べたの。はいはい。キャプテン淵田と、あの司馬さんが会わないわけがないと思ったの。うんうん、はい。会ってた。街道を行くに出てきます。あ、そうですか。私が今お話したキャプテン淵田が司馬遼太郎さん取材に行ってます。それは奈良県の、そうです、バージョンですか？奈良県のバージョンに淵田さんが出てきます。へえ。感動しない？いや、それもなんか本当不思議な運命ですね。うん。そして。淵田さんのことに関して司馬遼太郎さんが書いた文章、たった3行。葛城山はどこから見ると一番美しいですかと私はその人に聞いた。淵田さんという人で、この人は真珠湾を攻撃した隊長であったそうな。淵田さんはこの方角がいいですねと葛城山を見る方角を私に教えてくれた。なるほど、ここから見る葛城さんは少年の頃私が見た葛城さんと重なり一層美しかった。それだけですか？それだけ、それだけ。葛城さんをどっから見れば美しいかを淵田さんに聞いたって、それしか出てこない。街道を行くには話してるって、もっとですよね。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。淵田さんのことに関して司馬遼太郎さんが書いた文章、たった三行。葛城さんはどこから見ると一番美しいですかと私はその人に聞いた。淵田さんという人で、この人は真珠湾を攻撃した隊長であったそうな。淵田さんは、この方角がいいですね、と、葛城さんを見る方角を私に教えてくれた。なるほど、ここから見る葛城さんは、少年の頃私が見た葛城さんと重なり、一層、方。葛城さんをどっから見れば美しいかを、淵田さんに聞いた。話してんだよ。淵田さんで
ですものね。司馬遼太郎が葛城さんの味方なんかを真珠湾攻撃隊長総隊長淵田光雄に聞くわけがない。しかもその頭の紹介、真珠湾を攻撃した隊長なそうなみたいな書き方なのよ。そんなさらっとした書き方ですけれども、それだけのはずはないですよね、うん、それだけのはずはないですよね、うん、山ほど淵田さんからいろんなことを聞いて、やっぱり書かずにそっと置いたんだろうと思うんだ。そうなのかな、うん、あの淵田さんよくわかんないよくわかんないけど、淵田さんにいっぱい取材して、淵田さんに対して柴さんがやはり野に置けと、積んじゃいけないんだと。そうなのかな、ね、そんな感じしないか。はい、はい、私ね、その司馬遼太郎はね、そうだと思うんだよ。このノモンハンとか書きことでしょ、その昭和の軍閥がどんなひどいことをしたか書きたくてたまんなかった。司馬さんそれを自分の人生の最後に持ってきた。それで海軍の方はつんで聞きに行ったんじゃないかな。でも淵田さんの風貌を見てると、この人を文章の上でもう一度戦場に戻したくないんで、葛城さんを二人で肩を眺めて、はあ、ほんまやね、こっから眺めと綺麗ですなっていう、その仙人が囲碁を打つような向かい合って、そういう静けさで葛城さんの味方のみでとどめたんじゃないかな。かもしれない。俺はね、いくらなんでもね、一行で済ませる作家ではないと思うんだ。まあでも、だとしたらすごくすがすがしいですよね。すがすがしいね、はい、そんな、なんかこう、司馬さんは、こう、淵田光雄とは、美しい会話だけで、エッセイの隅にひょっこり少年の頃同じ風景を見た同郷の人間として、その話を積まずにそのまま眺めて、やはり野によけすみれ草でゆっくりこうキビスを返されたんじゃないかなと、なんかそんなことをねふっと思ったりしたんだ。はい、いやいや、本当に世の中には美しい人がおります。というわけで、キャプテン淵田物語、はい、話は全て終わりました、はい、ちょっと嬉しいのは、割と地味な本だなと思ってたんですが、このラジオで喋っておりましたら、大手書店に行きますと、真珠湾攻撃総隊長淵田光雄っていうカバーの本が割と消えずにずっと残っておりまして、皆さんこれはね本当読んでください。私読んでおすすめ本は徹底して勧めますけど、これはなかなかの老作です。うん、やっぱり淵田さんの人生そのものがね、やっぱ迷いつつも素晴らしいし、それから晩年やっぱり相当病気の方が重たかったらしいんですけども、はい、やっぱり元海軍の明治の生まれの人ってのは気強いね。自分で書いてらっしゃる文章なんですけども、ほとんど愚痴一行も書いてらっしゃいません。この、淵田光雄物語ってよくできておりまして、淵田さんが書かれた文章にちゃんと別の作家さんが一人寄り添って、淵田はそう言うけど世界情勢はこうでしたとかっていう、だから淵田が語りつつ、その語る淵田をもう一人の作家さんがずっと解説入れてらして、はい、でそれもやっぱり淡々としてね、決してこう出しゃばって、こことここは淵田間違ってるぞみたいな、そんな、冷たい忠告のないあったかーい本でありまして、作者の方、この淵田の文章を見つけた作家さんも、おっしゃっておりますけども、すごくご家族の方も、あれですね、協力的で、でも、やっぱり戦争中でも、いい人はいっぱいいたんだね。こんな人たちを別の才能に使っておけば、日本国もね、戦前の日本の気張り方っていうのがね、あんまりこういい結果をたくさん残さなかった、なんかそんな風に思いますけどね、はい、淵田さんの物語から戦闘機の読み方などもたくさん間違えたりなんかしまして、98式とか言ってね、難しいですね、読み間違えたりなんかして申し訳ありません。ただ戦記もの、戦後もの、戦争中ものは今後もやっていこうというふうに思います。というのは、私戦記もの好きですけど、私が紹介する人は絶対いい人、はい、本当にいい人だったかもしれない人しか
紹介したくない。この淵田さんに負けず劣らずいい人がおりましたら、戦時の中でも美しき愛に生きた人というようなことで紹介できればというふうに思っております。はい。来週はまた別のネタで、ご機嫌を伺いたいと思いますが、かなさん注文ありますか？そうですね、うん。柔らかい。柔らかいないですか？滑稽な感じがいい。わかりました。はい。じゃあ来年、来週は漫画の話でもします。ありがとうございます。はい、それじゃあ来週は漫画ネタでございますね。こうご期待。この続きまた来週のまな板の上で。